五数港駅は岐阜県蟹ニ群三丈町中茶園原にある名古屋鉄道広見線の駅。駅番号は HM09。なお、当駅ではマナコが使用できない。かつては当駅が三丈駅を名乗っていたが、1952年に現在の三丈駅まで延伸された際に五数港駅に改称された。貨物営業時の名残で、港内は、 かなり広く、現在もホームが残っている。なお、現在の三丈駅は、開業時より、旅客専用駅であったため、貨物列車は廃止まで引き続き、当駅発着で運行された。一面一線ホームの地上駅、無人駅、ホーム中央に屋根のみの待合室があるのみ。2008年6月29日のダイヤ改正に合わせ、出入り口付近に、自動券売機が1台設置された。 小障時などに使うインターホンは犬山駅につながる。6000系によるワンマン運転が行われているため、ホーム両端にはバックミラーがある。中仙道御竹宿にまつわる史跡、文化財は当駅周辺にも散在する。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年340ページ。寺田雄一。 海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング2013年258ページ ISBN 978から47億7701万3364電気車研究会鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月臨時増刊号特集名古屋鉄道端末折り込み名古屋鉄道配線略図 令和2年度移動等を円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2021年8月12日閲覧。名鉄120年市編参委員会事務局。名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道。2014年。160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道100年市名古屋鉄道。1994年。 651から653ページ、三竹駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。